はい、では続きをやっていきます。よいしょ。黄色のところ、リカとウですね。まだあるか。直接渡そうぜ。思い出。チェックついてるな。この辺は変わんないな。いや、寄り道大好きなもので。行ってみるか。弟子。ここって何もなかったっけ？ん？泳ぎますか？はい。マニア向けですね。はい。自動で泳ぎました。はい。この音楽知らなかったんですけど、後に FF11 の音楽らしくって、それでシアトリズムにないのが非常に残念です。ことわざというか、まあ、豆知識、そんな感じですかね。なんかいる。全然買えないし、何の効果もないし。するか。もうデスペルの本はまとめて、結構高い。まだ全然金がない。まとめ預けはプラスか。ポーション5つか。こんなもんかな。まあ、蹴飛ばした分30ギルマイナスになってたっていう感じで考えれば、まあ一応もったいないっちゃもったいないかな。
入るとこ。さすがにサウンドテストはまだできないようですね。ここサウンドテストなんですけど。塩水。本物のチョコを、こっちはいけないな。あるあるなんですよね、これ。はい。あら、あなたが噂のチョコボ？ふう、結構かわいいじゃない。でもその割に立派な爪をしてるのね。その爪を私が、あれ？フレイヤさん！あら、シロマ、どうしたの？街に来るなんて珍しいわね。ラファエロがいないの。ああ、昨夜街に落ちてきた赤ちゃんね。今日みんなその話で持ちきりだったわ。一緒にいるといろんなことを思い出す不思議な赤ちゃんなんでしょ。私もいろいろ思い出したいな。だって思い出がないのってちょっと寂しすぎない？あれ、ちょっと待って、何か思い出せそう。私戦ってた。誰と？何のために？話だっけ。まあいいわ、忘れちゃったってことは大して重要な問題じゃないってことよね。それじゃあね、シロマ。さあ今日も一日頑張るわよ。ってあれ、何を頑張るんだっけ。なんか最近物忘れがひどいわね。まあいいわ、思い出せないってことは今日はゆっくり休めってことよね。
の光、ラファエロ。うん、きっとそうよね。次はフレイヤさんのとこですね。ここまだ入れないのか。いらっしゃい、ハリーの店へようこそ。買い物がしたいのかい？だったら自由に見てくれ。金が足りないのか。アイテム欄が8つ増える。うん、金欠が深刻ですね、これ。まずこれはカバンは買わないとな。あれ？おっと、その機械に触れてしまいましたね。謎のマスクで素顔を隠し、この世の悪を暴き出す、さすらいのポップアップヒーロー X。 ここに剣山クッパ。なんかリアクションが薄い。の初登場シーンなんだから、もうちょっと驚いてほしかったクポ。え、どこかであったりする？キ気のせいクポ。初めて会ったのに懐かしい。つまりデジャブってやつクポ。モブの変装は完璧なはずクポ。バレるわけなんて絶対なかろ。とにかく話を続けるクポ。チョコボ、そこにある機械はポップアップデュエルを遊ぶためのスペシャルなゲームマシーンクポ。ポップアップデュエルとは、知的でおしゃれで最高にエキサイティングなカードバトルクポ。しかも Wi-Fi でワイワイ対戦できるクポ。一度始めたらもう病みつき。今日からお前はポップアップデュエルのトリコクポ。レッツビギン、ポップアップデュエルクポ。ここはスルーさせていただきます。よし、ではこの辺りで一度切ります。ご視聴ありがとうございました。